ちょっとさっきつながらなかったので、はい、さやっちもお話を聞いていきましょう。はい、ではさやっち。さやっち。はい、聞こえますか。こんばんは。はい、聞こえます。戻ってきました。お待たせしました。ちょっと優勝は逃してしまいましたけれども、うん、それでも相当な数流れ星捉えてたね。そうですよ。ちょっとナンバーワンではなかったんですけれども、うん、オンリーワンでしたね。うん、いや素晴らしかったです。はい、すごく綺麗に見られましたよ。うん、初の流星中継どうでした？うん、いや寒かったんですけれども、いや関東南部特にこう茨城県でよく見られるということで、うん、いや自分の故郷で、うん、まさか初めての星空観測をできるなんて夢のようでした。うん、寒かったんですけれども、うん、その中でもやっぱり見応えがあっていい時間を過ごせました、皆さんと一緒に。ありがとうございます。今回ね、はい、初めての中継ということで盛り上げて、もう20個も流星捉えてくれました。はい、はい、じゃあそんなさやっちからね、流れ星綺麗でした。流れ星綺麗でした、はい、たくさん届けてくれてありがとう、ね、こちらこそありがとうございました。風邪ひかないように気をつけていただければ、うん、はい、ありがとうございます。寒さ対策しっかりして皆さんも過ごしください。ぬぐぐして着てるよ。ぬぐぐしてお過ごしください。あとお米炊けました。お米はい、何見えますか？ちょっと流れが分かってないけど、うん、この流れは何、うん、どうさっきそんな話してた？そんな話1個も聞いてなかった。全く体力ねー、で終わったら分かるんだよね。じゃあ、体力ねーで終わったら分かるんだけど、暖かくして美味しいご飯食べながら皆さんも流星観測楽しんでください。なるほど、ご飯炊いて暖かいご飯食べようということですね。そういうことね。そうです。なるほど。いやはい、じゃあ納豆食べてください。はい、納豆も一緒に。ありがとうございました。まだ楽しんでください。なんかもうつながんない間に私たちは知らない会話があったのかと。そうかもしれないですね。ご飯炊いてましたっていう話があったのかもしれないですね。どこともつながらない会話が始まったから。ちょっとお皿にあんまりお米打つのなかったですからね。そう炊けましたで、こういうの予想したけど、氷をイメージしたんですけど、大きな器にちょこんってあれどういう状況だったということで、今回ですね、双子座流星群。